明日彼氏家に来るのに片付け全然終わらない、部屋が臭い気がする、換気して換気して、部屋臭いのは嫌だわ。なんかさ、散らかっててもいいけど臭いの嫌じゃない？あの、勝手に彼氏目線になってあれなんだけどさ、汚くてもああまあまあって思うんだけど、臭かったらなんかショック受けるわ。あれなんか臭い、え、何、え、何、おじさんみたいな匂いするってなったら私ショックだわ。匂い嫌だなって。コーヒー豆をこう、あ、そんなのあるんだ、へえ。買ってないのに猫飼ってるって言われたらそれ獣臭いってこと？でもな、どうなんだろうね、獣の匂いってするのかな。もうもはや飼ってる側からしたら分かんないんだよね。なんか私別にリゼに会っても、あのリゼがね、私が飼う前、リゼが先にそのライオン飼ってる時も別に獣臭いなって思わなかったんだけど、どうなんだろう、匂うのかな。犬はでも匂う気がする。あの、臭いとかじゃないんだけど、あ、なんか犬飼ってるなっていう。猫はあんま匂わないのかなってそれで思った。私昔犬飼ってて、そう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 、空気清浄機つけてるね、まあ、つけてはいると思うんだけど、多分猫犬室内飼いしてたら空気清浄機と脱臭機は私常につけてるよ。やっぱ匂うもんなんかな。別に犬の匂いも臭いとは思わないんだけど、なんか、まあ、昔飼ってたから同族の匂いを感じてた。犬の匂いするって。トイレはね、すぐ掃除したりとか、トイレの砂をちゃんとしたりとか、近くに脱臭機置くと匂わないよ、だいぶ。うん、個人的にはもう匂わないと思ってる。人が来てもね、え、あ、全然匂いしないんだねって言われたから、やっぱ脱臭機をね、いいの買うの、いいのっていうか、どこだ、ダイキンかな、どこだっけかなんかのがね、マジで強い、本当に強い。